あの男の正体をお教えしましょう。実はまだ。 これトリビアの種の演出ハロー YouTube 下根司のニュースの猫川ニャ今日でトンプカヤビニュースまちなみに私がトリビアの種で一番好きだったネタは犬が助けるシリーズ飼い主が倒れた時助けを呼べる雑種は100匹中丸々引きデスの中では、ね、雑種って言ってるのが昔っぽくて好きや今日はですね迫りくる緊急事態 ほんほん。話していきたいと思います。つってんね。ということでね、やっていきましょう。阪神タイガー38年ぶり2度目の日本一おめでとうございます。今回は関西シリーズでね、オリックスとね、めちゃめちゃ盛り上がってたわけなんですけど、阪神優勝といえば道頓堀ですよ。ね、道頓堀にフラチな者たちが飛び込んでね、大変な目に遭うっていうのはこれね、恒例なんですよね。ペナントレース優勝時も あれだけ警察が警備してたにもかかわらず何人か飛び込んじゃってで。今回は超限界体制が敷かれていたわけですよね。昨日日本一を迎えるにあたり、ナンバには前回の10倍もの警察がバリケートを組んでました。まあ、これです。これが実は緊急事態条項の 前振りなんじゃないお水差しすぎじゃねこれ。今日はめっちゃ水差していきます。ま以前からあの、緊急事態宣言っていうものが、ね、ここ数年ね、いっぱい発令されてましたよね。人々も慣れっこになっちゃって、多少緊急事態宣言って言われても、まあね、ぐらいの感じになっちゃってるわけですよ。でもこれ、何のために緊急事態宣言連発してたかって話、それ、緊急事態条項と緊急事態宣言を勘違いさせる古釈だな、おい。 小作なノリだな、これ。あまり深く考えてない人が、今憲法改正で緊急事態条項っていうのが問題になってる。で、もしニュースで見たとしても、まあ緊急事態宣言もね、まあ別に聞かなきゃいいんじゃねえのっていう感じになるわけですよ。実はそれが奴らの目的であったと。そして今回、道頓堀限界体制でやってましたけど、これ一般の人からしたら、いや道頓堀に飛び込むとその人の命にも関わるから、やっぱ守った方がいいよねっていう意見の方が主流な なんですよこれ一昔前だったら左翼がバチボコ騒いでた案件ですよね国民の権利を侵害しているとでも今やいやこれもまあ仕方なしかなって感じになってるわけこれ治安強化という意味で将来の日本を見せてるって話こうやって徐々に治安強化治安維持をさせていく国家権力がやりますよ監視カメラもつけますよそういう社会がもう来ちゃうとそれが緊急事態条項が あるときは、<laughs> ないとき。なんちゅう顔してこれ。ないときこの顔ね、ということでね。551の放莱なのか、緊急事態情報なのか、どっちがあるときがいいんだい何言ってんの、こいつ、ね、あと、今回、タイガース。虎が勝ったと。で、一応、バッファローズって、角が生えてる、まあ、牛がイメージキャラクターじゃないですか。まあ、悪魔の象徴であるとね。そして、トランプが勝ったっていう暗号を読み解いた人がいました。はい,はい、はい。 はーい。ねえ、水さすのもいい加減にしろよな、まあ。ちなみに余談なんですけど、あの、緊急事態条項はね、ウーマも許しませんよっていう強い態度が示されてました。これです。カッパが職質を受けてました。これはしゃーない。これはカッパはもうバンバン通りしまっていこう。お皿の水、じゃーって出していこう。緊急事態条項の何がやばいって、それは憲法の上に閣議決定事項が来てしまうってこと。それは内閣が一度緊急事態と発言すれば、 彼らに全権力が付与され、私たちの基本的人権は全てないがしろにされうると。ね、これは別にされるって言ってるわけじゃない。されうるっていう話なんですよ。それがやばいよねって話。ちなみに2024年の9月がキッシーの自民党総裁の任期なんですよ。そして彼はこの任期終了までに、 憲法改正を成し遂げるって言ってる。そのスケジュールで行くと、実は今年の頭に改憲原案の、まあ、発議がなされるであろうと。そして国民投票は来年の7月から8月。実はもうそんなに時がないのです。最近パンクンデミグラス条約の話がよく出てきますけど、このパンクンデミグラス条約と緊急事態条項っていうのはセットなわけですよね。急にキッシーが本気出してきたのは、これあの国際機関からの指示もあるってことですよ。お前らの国まとめ 止めめとととけよよよいいつでも地区はぶち込めるようにしときなさいよっていう、そういうことなんでございます。それは今後、こうやって、一見おめでたいニュースの陰で治安強化であるとか、ね、監視カメラの増設であるとか、そういったもので私たちは慣れさせ続けられ、来年の7月を迎えてしまう。そしてそこにはおそらく東アジア有事の危機感を煽るメディアも続出し、人々は 憲法改正やむなし。ということになってしまうのです。私は以前から言ってました。私は憲法改正論者です。あの憲法は、某国が作ったもので、日本人が作ったものではないからです。でも、今、現与党が推し進めている会見は違うんじゃないかなって思ってます。それ、緊急事態条項のやばさ。それは、カッパも取り締まるってこれかもう。カッパは水じゃーってしとこう、うこれ。皿の水だ。 ニュートン下がなよあれそういうことでねトランプの本性どうなったっていう話、今からいきます最近ね、2020年、ニャントラさんが大統領在任時に署名したある大統領令が話題なんですよ。それが13,912条というものなんですけど、これ内容は何かっていうと、国家緊急事態当局は国軍の選抜予備役、 および個人即応予備役の特定のメンバーに現役を命じるっていうものなんですよ。これちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど。要するに戦時下においての権限、これをまた大統領が有すると。それは2024年まで効果を発するというものだったんですよ。実はあの時点でニャントラさんは戦時下の宣言をしていたと。それは後に続く 大統領選挙。ニャントラさん敗北というものでしたが、あれ、本当は何だったのか。それはアメリカの国家三奪であったと。っていう思想の強いノリです。ノリなんだよな、こ,この大統領令、クレ556がやちがちがちお前いじってるいや、いじってないし、ね、大統領令、チャブートがいじってんじゃないね、要するにニャントラさんは今もなお、 大統領であるとそう考えれば彼が赴く場所場所でとんでもない行列の車見たことあると思います。あれ現役大統領と見まがうばかりそしてそれを取り囲む人人人。人 実は彼は未だにその権限を有してるっていう思想の強いノリですね、ノリです、ね。まあ冗談はさておきね、冗談とかさておきとかダメだろ、おいこれねということなんですけど、ニャントラさんが証言台に立ちます。彼は今ニューヨークの裁判所で自身の企業が虚偽の報告をしたことについて罪を問われてまして、まあこれ完全なる嫌がらせなんですけどね、本来だったら社員とか先日も息子が証言台に立ってましたけど、今度本人が、わしが言ったるわいということを 言い始めたとこれいわゆる自己弁護っていうね。 この放送会では一番難しいって言われてるやつなんですけど、それをまさかのニャントラさんが担うと。これ何か言っちゃうんじゃないかって話なんですよ。それは師匠の闇の話とかってこと。今師匠も相当追い詰められてて、公文書館にある電子メール、彼が偽名で買っていたメールに、実はあのパンダちゃんとの秘密のやり取りを息子を介してやってたと。そしてその指示をなんとあのソエトロちゃんがやってたんじゃないかっていう疑惑。そしてほぼ証拠 みたいいなやつも出てきてきるわけですよねそしてその次に大統領をやっていたニャントラさんはいろんな証拠をつかんでるわけですよこれ証言台に立つっていうのはこれ何かが起きちゃうんじゃないかって話ですよフロリダ州の衆議院が5人ニャントラ派に寝返りましたこれ徐々にアメリカの議員たちもニャントラさんが勝ち馬ってことを気づき始めてるわけですよそして2024年このまま行くと完全なる圧勝ですが 彼ら、ね、梅之助師匠たちには、前回やった、ニューンがあるんです。さあ、ニューンが勝つのかそれとも、クレ556が勝つのか決して錆びない、自転車の、チェーン、やっちゃう何言ってるか。何言ってるか意味がね、寝ても、覚めても。トランプ !11 月18日に我が国を祝って祝謀するから、楽しみにしててね、10円いけるいける祝いミサイルをね、ということで、祝い上に音をちょっとかけてみましょうかね。 話続けていいですかこれ何でも11月18日がミサイル開発を記念したミサイル工業節という日にするってことなんですかあ,あ、間違えましたミサイル工業節にすると。てててててて、じゅわー飲めと言われて素直に飲んだじゅわーってこと アブガ「ディルリープにつかやもアブガディル」「ひと妻の手料理食べたいな明日も晴れるかな」